マイルチャンピオンシップ。場名は、会社の英語役から。父、ミラクル・アドマイヤ、母、ブリリアント・ベリーとも本場の場主である、近藤栄子が所有していた。2004年、3歳の時にデビュー。デビュー戦となった同年1月17日の京都第5競争を勝利で飾ると、キサラ賞7着の後に2連勝し、オープンクラスに上がる。 ラジオ単波賞でも2着に食い込み、秋でも、小場相手に、軽半杯で2着になるなどの活躍を見せた。2005年、4歳になって、初戦の中山記念を2着と構想。その後参戦は、惨敗続きで勝ち星を挙げることができなかったが、前年赤杯した軽半杯を一番人気で制して、悲願の重賞初勝利を挙げ、この年を終えた。2006年、 5歳になると、初戦の中山記念を4着と良いスタートではなかった。ものの、3K 大阪杯を制し重賞2勝目を挙げる。しかしその後4戦は展開不向きやレース中の振り続きでこの年は1勝しかできなかった。6歳になった2007年、休み明けの関屋記念を圧勝し、重賞3勝目を挙げ、8月30日に発表された重賞。 オープン特別競争レーティングでは111ポンドの評価が与えられた。その後は天皇賞に出走。道中は中断に位置し、直線では馬群の間を割って伸びてきたが不利を受け三着に敗れた。なお、第一希望で香港カップ第二希望で香港マイルに予備登録を行っていたが回避し、マイルチャンピオンシップに3番人気出走したが、 メンバー最速の上がりサンハロンのタイム33.7秒で走ったものの5着に敗れた。2008年7歳の初戦は東京新聞杯に出走するも4着に敗れた。続く中山記念マイラーズカップでは安城に横山範博を迎えそれまでの追い込み作から先行作に客室転換し重傷連勝を飾った。マイラーズカップ後はグリーンウッドに 短期放牧に出され、5月25日に帰休した。実装は、安田記念への出走登録を行っていたが6月1日の朝に目に外傷を負ったことが判明したために、万全の状態で出走できないと人営が判断し、安田記念を回避することが同日発表された。秋の指導は、毎日王冠から。しかし放牧から帰ってきた際に大幅に体重を、 落としていたことで調整に苦慮し、結果は2年前と同じ5着に敗れた。その後は、予定通り天皇賞に出走。金走の戦績不振や7歳という年齢もあり11番人気と、低評価であった。レースではスタートで行き足がつかなかったため、道中最後方からの追い込み策を取る。4コーナーからは馬群を塗っても追いし、決勝戦手前では、 カチューマウオッカラに迫る勢いを見せるも及ばず4着に、敗れた。しかし、走破時計は、レースレコードと、同タイム、上がり3波論は、メンバー中最速の33.5秒と、健在ぶりをアピールした。その後、マイルチャンピオンシップに出走したが4着に終わった。二千九年十一月一日、天皇賞二千九年十一月十二日、 マイルチャンピオンシップ2009年3月1日の中山記念に出走。小雨が降る中、キングストレイルをゴール前で抜き、ドリームジャーニーの追走を抑えて、前年に続く2年連続優勝。その後、連覇をかけてマイラーズカップに出走。後方からレースを進め、直線で猛追するも届かず2着となり、惜しくも連覇はならなかった。そして、 本番の安田記念では、後方からレースを進めたが、先頭を捉えるまでには至らず人気通りの4着に終わった。続く第50回宝塚記念では横山が、スクリーンヒーローに起場するため、岩田厚生に、天乗りとなった。レースでは先行したものの、最後の直線で伸びきれず4着に敗れた。秋の指導は2008年と同様に毎日王冠から。 ただし前年と異なり放牧先から体調を崩して戻ってくることはなく調整は順調に進み当日の馬体重は宝塚記念時よりマイナス4キロで出走となったレースでは逃げるウォッカをマークする格好でないらちぞよ進む直線を向きスパートを開始すると上がりサンハロン33.0秒の末足を繰り出し逃げ粘るウォッカを ゴール前でかわして、重賞7勝目となる勝利を挙げた。秋2戦目は11月1日の天皇賞に出走となった。レースでは道中は中断につけ第4コーナーで7番手ぐらいの1から差を詰め、残り1波論で先頭に立つとそのままゴールイン。重賞8勝目にして、初の GI 競争制覇を果たした。8歳馬による、 HGI 競争制覇は JRA では史上初となった。11月22日にマイルチャンピオンシップを最後に引退し、翌年から種ボバイすることが発表された。つなぎ大先は、ヤシロ大スタリオンステーション。現役最終レースのマイルチャンピオンシップは、ババの中央から抜け出して先頭に立つと、オうマイネルファルケを一馬新半抑えて優勝。 GI2 勝目を挙げ優秀の美を飾った。発災場として、史上初の平地競争の GI 制覇を評価され、JRA 賞特別賞を受賞した。八代大スタリオンステーションで、種ネボ入り2014年12月には、ブリーダーズスタリオンステーションへ移動。さらに2015年10月に、熊本県の本田土ツ牧場へ移動した。 同牧場で種ボバとして強要されていたブラックホークが7月に死亡したことにより大役として白羽の矢が立った。2018年12月29日に腹内腫瘍による人不全のため死亡した。2018年ウィンテンダネスがメグロ記念に優勝し3区の JRA 重傷初勝利となった。その後カンパニーの唯一の後継種ボバとなった。 ありがとうございます。